は開幕投手宮國。こちらはで阪神打線を封じます。渾身のストレートで鳥谷を3球三振で切って取ります。2点を奪われていますが、今日は落ち着いたピッチング。1回12球でゴロの山を築きました。そうですね、まあ、ゴロが多いっていうのは彼の一つのね、調子のバロメーター。ストレートに球威スピードも戻ってきましたよね。今日は素晴らしいピッチングだと言えると思います、はい、スライダーでレフトフライに打ち取ります。得点は守られた宮國は2点を失いましたが、7回途中まで投げて4勝目。まさにという宮國でしたが、この後しっかりと抑える粘りのピッチング。6回2失点。クルトの小川監督ですがね、はい、先発の赤川に関してまずあのぐらいのボールでは厳しいと、何とも言えない、わからない、はい、様子を見ないとというコメントでした。懸念の姿勢という原監督でした。そうですか、まあ、今日の試合が一つのショート整理してもらえますか。もうもっと自信持ってですね、攻め込んでいってもらいたいですね、慎重に行き過ぎですよね。言ってましたね。で甲子園での試合はやっぱり紙一重の勝負になるんだと。で昨日一昨日とは宮國、その立ち上がりでした、まあ、フォアボールでピンチを背負ったんですが、後続5回のマウンド、まあ、結果的にこの5回で途中で裏2アウト2塁から中日にとっては4番の和田のブレーキがという宮國。